キャサリン・ティザード・デーム・キャサリン・アンティザード、アンズ、GCMG、g シボ・ラビー、クソ、1931年4月4日隊は、ニュージーランドの元政治家、元オークランド市長、元オークランド市議会議員、第16代ニュージーランド総督、北島又又近郊、ワハロア出身、スコットランド系の家系の出身である、オークランド大学へ進学し動物学を専攻。 ボブ・ティザードと知り合い、1951年に20歳で結婚する。ボブとの間に4個。ニュージーランド労働党所属のジュディス・ティザード議員は娘である。行政組織への初参加はプレイセンター委員。その後、プレイセンター会長に就任する。その後、中等学校理事を歴任。結婚後に大学を休学するが復学し1961年に卒業。 1962年に、オークランド大学動物学科臨時講師に就任。1971年に、オークランド市議会議員に当選し12年間務める。1976年から1985年まで、テレビジョンニュージーランドのトークショー番組、ビューティーザ・ビーストに出演。1980年に、オークランド地方議会議員を歴任。 1983年に女性として初となるオークランド市長に当選する。1990年まで市長を務め、同年12月13日にジム・ボールジャー首相の指名を受け、第16代ニュージーランド総督に就任する。総督就任はニュージーランドの女性として初、イギリス連邦で3番目の女性総督に就任する。ティザードは女性総督として、 国民の間で人気を博し、通例人気5年の総督職を延長され1996年3月21日まで務める。公認の総督にはマイケル・ハーディ・ボーイズが指名される。2007年10月にオークランド・ノースランド連帯名誉大佐に任命される。ありがとうございます。